ちは、プレモリです。今回なんですけども、コツカイのガーミン製品の調子が悪い、また修理に出したい時に、ガーミンのホームページから依頼できるページがあるので、教えちゃいます。まずインターネットの検索画面で、ガーミン修理で検索をかけます。修理、点検のご案内ガーミン日本と表示されますので選んできます。修理、点検のご案内のページが表示されます。このページには修理、点検の依頼から完了までの説明が書いてあります。よく読んでおきましょう。ここに修理、点検の流れが書いてあります。修理依頼は各種サービス依頼フォームから申し込みができます。この説明ページの一番下にもあるので、説明を読み終わったら選びましょう。ガーミンでは分解しての修理は行わず、本体交換で対応になります。例えば時計のボタンが取れたとか、画面が割れたとかであれば、新しい本体と交換での対応になります。そのため修理品を送るときは、ベルトとか外して本体だけで送ることになります。それでは修理フォームから依頼をしていきましょう。修理受付入り口のページが表示されます。ここは入り口が2つに分かれてて、左が時計本体などの一般的な修理入り口、右側がパーツやアクセサリー類の修理入り口。修理の内容によって入り口が変わってくるので注意しましょう。今回は時計の修理ということで、左側から申し込みしてきます。まずこの画面では修理に出す製品のシリアルナンバーと購入日を入れてきます。シリアルナンバーは時計本体裏面に刻印されてたり、製品の箱にシールで貼られたりしてます。確認して間違えずに入力してきましょう。次に購入日の入力を行います。このカレンダーアイコンをクリックすると、ミニカレンダーが出てくるので選びましょう。購入日が昔すぎて思い出せない場合には、覚えてる範囲で入力していきましょう。何日がわからない場合は1日で OK。入力が終わったら次へをクリックします。ここでは不具合内容を入力していきます。充電できないとか電源入らないとか、簡単な入力でも大丈夫です。入力できる文字数も50文字と短いので。入力終わったら不具合内容の下の項目も入力していきましょう。入力項目の先頭に赤マーク入ってるのが必ず入力しないとダメな項目です。例えば本体の電源入らなくてソフトウェアバージョン確認できない。よくわからない場合には、ここに不明な場合貼って書いてあるので、その内容を書きましょう。ソフトウェアのところであれば、9.99 と入力ですね。上から順に必要項目だけ入力していきましょう。マスターリセットは本体の初期化してるかのことになります。初期化することで改善することがあるので、まだリセットしてなかったらしてみましょう。リセット方法も記載あるので安心ですね。ページを戻して続きを入力してきます。アップロードファイルは特に添付しなくても大丈夫です。付属品もなければ特に記入しなくて大丈夫です。入力終わったら次のステップへを選択していきます。次の
ページに変わると、先ほど入力した内容の確認ページに変わります。間違いがないか確認していきましょう。この項目からは機種ごとの修理料金を確認することができます。保証期間が過ぎて有償修理になった時に、この金額で新しい本体と交換になります。確認終わったら次のステップへをクリックしていきましょう。自分の名前や住所を入力してきます。この入力終わると申し込み完了です。申し込み後は申し込み内容の確認メールが届き、その後に受付完了メールが届きます。完了メールには修理受付番号と送り先住所が記載されたメールが届きます。あとはメールの指示に従って行っていきましょう。これで以上になります。ご視聴ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。